こんばんは、にがむしです。絵描きです。絵描いてます。ビクションについて、最初この話を、もらった時に、まあ、とりあえずなんだろう、まあ、ワクワクして、まあこんな広いスペースに描けるというのはめったにないんで、でまあ、実際始まってみると、まあ、50人以上のアーティストが、まあ、入って、なかなか普段見れない他のアーティストの、まあ、制作風景だったりとか、まあ、一緒にゆっくり話ができたりとかして、まあ、とてもなんかコンセプト通りな感じの展開にはなってたんじゃないかなと思いました。であとなんかまあ作業していく中で、なんかどんどんビルの中がまあいろいろ彩られて、まあ行くっていうところで、と未来について、そうですね、まあ未来はまあ全く予想できないですけど、でもなんか本当今回のこういうビクションのようなアクションが起きていけば、まあ、おのずと、まあ、アーティストなり絵描きなりみんないろんなことができるんじゃないかなと、まあ、希望を感じました。なのでいいんじゃないでしょうか、みんなどんどんこのままやっていけばいいと思います。すいません、真面目にやりすぎましたね。